せまーみです。どうもキリプです。やっはーみだよはい、ということで皆さん、なんとお待たせいたしました。キリプ、本日からナッツに加入することになりました。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。ちょっと飲みだから、多分そうです。嘘なんですけど、はい、嘘です。ドッキリでした。ドッキリとね、大釣りやろうやったんですけど。今日はうちが綺麗に夏メイクをして、で、あゆみが綺麗に夏モデルとしての服を選んできたので、決めちゃさせていただきます。はい、ハーフメイクをしていきます。なんで、あの、いそうだなと思ったらグッドボタンで夏に今日はあの久々に懐かしいメンツで YouTube 撮るということで、普通にいつも通り行く時みたいな感じで盛り上げながら楽しみたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ早速綺麗のメイクを始めていきます。で、メイクするんだけど、うちが先に30分後ぐらいにあゆみが来るので、うん、それまでメイクをちょっと仕上げていっちゃいたいと思います。やばい、楽しみ。やばいね、なんかフル装備でコーディネートされるのない。うん、うちがすんの、うちもさ、綺麗にメイクしたことないからさ。だってさ、遊んだ時言ってたもん。うん、ガチ無理って言ってたどうしようかなってどうしよう、とりあえずファンディングね。まあ、肌真っ黒にしたいんだけど、いい？うん、大丈夫それマジ毛穴ない、これ寝る必要ないよ。てか、なんでこんなボコついてないの。うわお、何何なんかボコつきがない。あ、昨日ね、めっちゃね、洗顔した。すっごく肌が綺麗。むき卵、うずらの卵みたい。よく言われる卵。うん、マジうずらだよ。名前変えればうずらに。バカじゃん、うずりぷ。うずらでさ、しかも卵じゃなくてうずらだもん。なんだけど、うずりぷ。やっぱこのスポンジ使えない。いっぱいゴールバッグ似合うね。え、マジ今日なんかちょっとテンション高くてさ、晴れてて。うん、ゴールバッグ似合う子っていう。ナッツ見てる人たちは2人のなんか仲良しエピソードとか知らないと思うから、うん、過去の話でもいいし、最近の話でもいいし。ありすぎるな、言えねえ言えねえ言えねえよ、言えねえ言えない。え、でもマーミの元旦那、うちの彼氏の友達だった、当時の。ああ、そうだね。絶対そんなの初めて言ったくない。あ、まだ初めてじゃないか。うん、多分ニュアンス分かってる。不安だな。何がいろいろ。なんかよく言われる言われるんだけど、意外とみんな感動するんだよ、マーミのメイク。いや、なんかさ、綺麗ってさ、いつもさ、極端じゃん。自分が鬼ギャルにさせるか、うん、めっちゃナチュラルをさせられるか、うん、中間じゃん。確かに。どういうことみたいな。どうすればいいか前もね、あんまり分からないよ。夏っぽく、うん、ベージュとかつけて夏っぽくなるんじゃん。でもさ、マーミに関してはさ、メイク技術じゃなくてさ、そもそもがさ、濃いじゃん、ハーフだから。え、でもマーミ色をのせてるだけなの。違うよ、違うよマジでマーミ結構割とナッツの中でもメイク結構濃い方だよ。確かに。結構ちゃんとメイク動画見た？みんな見た見たみんな。意外と濃いんだよ、もうメイク。濃いよ、濃いじゃん、うん、まあメイクマジ雑なのね、結構、うん、だからさ、綺麗の家に泊まってて自分でメイクしてたら、綺麗があまりにお前のメイクも雑すぎて、綺麗が綺麗に全部メイク動画撮られて、綺麗がお前の子メイクしてたら、うん、見てらんないっす、変えられないって言ってね。その眉毛何って言われ書き方何それって信じられない大丈夫だよ、見えないから綺麗って A とさ、O の人じゃん。え A と O じゃん。え、どういうこと血液型ね、うん、そう、AO。 え、まおみちゃん A 型なんですか。え、だよ何型に見えた B 型。ふざけんなえ、でも AB と A の子供、 A。 あー、うん、なんかちょっと変だよね、だからあ、やべ、眉毛ぼかす筆忘れた。え、最悪じゃないえ、どうしよう、ブラシ忘れた。もうなんか今日ダメかもしれない。いつもじゃん。うん、いつも忘れてる。なんかさ、エッグだけだからさ、めっちゃさ、ラフになっちゃうんだけど。わかるなんかさ、エッグってさ、なんか家族感ない。なんか会わなくても連絡取ってなくても会えば、ああ、みたいな、なんか一線超えた関係性じゃない。エッチする時ってさ、2人ともさ、全裸派？
全裸じゃないの？時と場合によるちょっと待って、全裸じゃなかったら何なの？何なの？ちょっと下着着たままがいいってことさ。そうそう。でもさ、わかる？前も下着つけたままちょっとやりたいなみたいな時あるじゃん、まあ、可愛い下着の時とかさ、うんうん、でもさ、絶対なんか脱がされるの？脱がされる時とかない？うち脱がされたらもう一回着るんだよ。めっちゃ痛いこと、痛いこと、待って、ないのにさ、ちょっと待ってって一回着るってこと。違う、脱がされてある程度いたすこといたすじゃん、うん、あの、入れてないまでね、前期みたいな、うんうん、その時に、はい、え、でどうすんの、なんで着るのみたいな。だよね。そうなる、なるなる。なんて言うの、着たくてって、え、恥ずかしいからって言っとく。そう、その前、マッパだったのに。裸も下着も変わんないだろ。いや、なんか明るいとこうち無理なんやな。嘘、うち NG、明るいとこでエッチとか。わかる、一緒。でもさ、慣れるやん、目って。何も見えなくない？なんかさ、そのくらいの、めっちゃ電気全部つけてるのはないけど、うん、朝、光がカーテンからちょっと出てくるぐらいの薄暗い系ね。薄暗い系はそれもダメ。そんぐらいもね、なんかいいパフォーマンスはこちら側はできないよね。マジで？わかる。じゃあ動いてもらうかも。わかるなるよね。マジ？電気嫌だみたいな。あれめっちゃ笑った、ナッツのさ、なんか何の前儀が一番好きですかみたいな。なんだっけ、それだったっけ、なんか質問されてた。行為で一番嬉しい。本当に笑ったんですか。聞きたい。コメント欄さ、すごい荒れてて、あーみちゃん大丈夫？え、何？もう一回言って。全部話しちゃうじゃんみたいなさ。もう一回言って。いや、前も思ったよ。あーみ大丈夫？クンジとセバンどうしてる？あーみ、あ、クンジされながらこうってことね。男がきつい状態ね。男はみんな嫌いなやつだね。嫌いなの？嫌いなの？嫌いなの？やっぱ疲れるってなって。疲れんだあれ。だって疲れるくない？いや、男って構えやめてくれ。疲れるくない？これアダルトすぎたメリ。本当に。え、なんかさ、最近あゆみいい感じの人いない？いい感じの人。彼氏できた？できた、できた。まあいいなって思う人は全然いるか。どこで出るの？どこでだよ。言うの。だってうちアイムとかってさ、あんま飲まないからさ。喋んないで、ちょっと黙って。ずれたじゃん。綿棒、綿棒。しかも、なんか最近、うん、なんか乱れてない後ろに。なんかエロかった、びっくりしたんだけど。今、家にいる気分だと思う。なんかさ、アイムは基本的に、がっつり性交渉して交際の方なんですよ。成功症からの成功症して交際、うん、あ、エッチしてから付き合ってるの、うん、そう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 、難しい言葉使わないでよ、もういきなり何の話かと思っちゃったよ。そうなんだけど、まあ確かになんか初めましてで飲んで初めましての人に帰ってっていう時はあるけど、うん、最近それが本当にできなさすぎて。やってない、そういうのは。なんか、うん、一緒に帰ろうって言われるけど、3回会ったらねっていう全員に。え、それでも、本当に3回会っちゃって、会っちゃったらもう帰る。あゆみ的に、基本的に3回会って、うん、エッチしなかったら、ただ友達になっちゃうかもしれない。あー、確かに、なんか男の男女のなんかデートとかもいますもんね、うん、3回目で告白するみたいな。ああ、確かに、確かに、あゆみの飲み方結構普通じゃないじゃん。そうなんですよ。だからさ、本当に友達になるよね。そう、友達になっちゃう。なんかエロ飲みみたいな、多分想像してるじゃん、視聴者は。え、バカ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 。全然逆になんかこの間もその人たち飲んでたんだけど、いいなって思ってる人の前ではやっぱりさ、可愛い子ぶるじゃん、みんな、うん、飲み会でも。もうなんか飲めないみたいな、うんうんうん、なんかよくわかんないんだけど、テキーラずっと直瓶してたらしくて怖っ怖っ。でもなんかもう飲まないでって言われてるぐらい怒られてるのに飲んでたから、うん、基本的にやっぱ友達みたいになっちゃう。一緒に飲んでくれる彼氏の方がやっぱいいんだ。あ、いや、そうだね、うん、絶対に。なんか3人の思い出エピソードとかあるんですか、 F 時代の。 F 時代最初荒れてたもんね、みんな、うん、みんな尖ってたし、ほとんど喧嘩してたの、うん、こことここも喧嘩とかって、なんて言うんだろうな、なんかそう、喧嘩っていう言葉が悪いんだけど、
ぶつかり合ってたよね、当初。その期間があったからこそあれじゃない。うん、なんかそのこいつはファミリー感になったんじゃん、うん、こいつはこういう性格みたいな。だからなんか、なんかあっても微動だにしないよね、うちら。あの元エッグメンバーは当時のメンバーのこと17ぐらいか。口立ったし、落ち着いたし、はい、あー、びっくりびっくり、楽しいな。大人になったよね。ひでちゃん、今後ナッツに入るとかもあるんですか？え、誘われてますか？逆にね。ナッツっぽいってうちめっちゃ言われてるけどね、一応は。エッグの雑誌のメイクとかヘアとかをキレイちゃんがもう完全にやった企画とかちょっと見てみたい。あー、プロデュースギャルバクターみたいな。あ、そういうのは楽しそうだね。はい、できました。完成。すごい。なんか最初さ、見慣れてなさすぎてさ、すげえなと思って見ちゃったんだけど、なんか時間経つについて馴染んできて、どんどんなんか漏れてるなと思ってきた、うん、なんかちょっとハーフの気にしてきた、この間に挟まれる。そういえばハーフ3姉妹みたいな。そういえばみたいな。髪もブロンドだし。あ、ブロンドね、うん、まあちょっと髪型は綺麗感出てるんだけど、でもすごい隠せてない、結構綺麗感結構殺せてない。目が結構ね、違う。目だよね、うん。大人っぽくなったのかな、うん、顔もね。そうだよ。ね。え、なんかこれならじゃあナッツ、うん、ちょっと YouTube たまに出れるかな。いてもわかんない。え、なんか昔のギャルメイクかなんか出してください。何の話？さ。あ、さね。さ。はい、ということで、じゃあ、あゆみが服を貸してくれるらしいので、うん、はい、一旦じゃあ着替えようかな。うん、はい、ということで、じゃあ着替えます。はい、ということで、着替えてもらいました。似合ってる？かわいい。かわいい。ね。かわいい。うん、すごい、なんか、あゆみっぽいもん、服装、うん。かわいい、めっちゃ似合ってる。今回が、グレーとブラックで合わせたところですね。かっこいいね。なんか、お姉さんって感じ、本当に。うん。だいたいあゆみは2色、3色ぐらいでまとめる。なるほどね。ワンピースだけでお姉さんっぽく見えるけど、こういうなんかアイテムでストリートっぽいのを入れつつ、このコーデタイプなんだけど、めっちゃ可愛いね。こういうなんか新しいメンバーにそうね。わかんない、多分行ってみたら次の撮影。あ、シレット。シレット。今回の新メンバーです。何も言わず綺麗でーすって言って。入ったの？確かに。今回の動画のあのタイトルは、キーリップナッツに加入しますなので、もう釣り合うじゃん。もういい、もう釣り合うじゃん。はい、ということで、久々エッグ元エッグメンバーで、まあ、あゆみと、あ、ついにうちも元になったのすごくない？うん、確かに、みんなもおねねと。楽しかった、久々なんか夏チャンネルに個人で呼ばれて。確かになかなかないね。うん、だってチャンネルとか最近出てなかったから、なんか久々このスタジオに来れたこと自体が嬉しくてたまんなかった。しっぽくってきたのか。恥ずかしいってということで、あのまた呼んでいただけたらなと思ってます。待ってます。待ってます。はい、ということで今回も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。エッグってなんだっけ。バイちゃん。バイちゃん、バイちゃん、バイちゃん似合ってるってコメントいっぱいください。おバイちゃん。